お疲れ様です。ラットです。そしてどうもドンザルです。ありがとうございます。お願いします。やってまいりました。はい、いきます。今日は、はい、今日どうしたんですか、どうしたんですか。え、今日何やるんですか。今日もですね、はい、まあ防護にしちゃおうかなと思うんですけど、いやちょっと最近ですね、ちょっとガチ BO3 が横行しておりまして、はい、本当にガチ BO3 じゃないですか。僕はガチ BO3 いいなと思ってるんですけど、はい、今日何やるんですか。僕今日ですね、はい、なんとガチ BO3 します。絶対違うじゃないですか。いやその僕はガチ BO3 はだってそのね、ライフパイセンとかみかんさんとかでやってください。それ僕とやっても、いや僕はそう、はい、ドズさんもナックさんもこう、はい、みんな強い方だなって思ってるんで、はい、ハンデとかいらねえなって。あ、ハンデいらないですか。いらないっす。言いましたね、はい、言いました。 OK です。です。じゃあもうガチで、はい、よろしくお願いします。勝ってます、勝ってます。僕はだってもう普通に行けばいいですもんね。はい、わかりました。じゃあどうしようかな。これここら辺が、はいはい、よし、わかりました。僕ね、ちょっとラットの倒し方っていう、はい、もう大よ、もう本を書籍を書籍化しようかなって思ってて、僕じゃあ引退っすかも。終わりじゃないですか。攻略本、攻略本出そうかなって思ってるんですよ。はい、攻略されたんですね。僕もいよいよ、いやもういけます。お願いします。いやじゃあもう画面出るのこれ最後っすね。攻略されたら終わりじゃないですか。それはそうよね。終わりじゃないですか。プロとしてね、はい、それは攻略された。いやもう僕倒し方分かっちゃいました。本当っすか。あ、ジャイ、あ、ちょっと待って、あの、珍しくないですか、ジャイは。よしよしよし。いやいや全然っす。ドズさんとかこうペッカとかよく得意じゃないですか。そうね。だからこうジャイ来ないと思ってるんで、まあ、そこをこう、いやーっ、ね、ワンパンがでかい、でかいな。ちょっと待って待って、痛い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 。うわー、こういい位置ですね、いい位置ですね、ドズル選手。ただゴレですねこれは。いやいや、ただ結構削られてんな。はいはい、さあさあ、いつゴレ展開をするのか。いやまだわかんないです、それをゴレかどうかは。え、僕が使うようなデッキ使ってるの。これ何がですか。はい、多分スケラかもしれないですよ。いやいやいや、でもドズさんが使うわけないな。僕がスケラを今まで使ったことがありますかと。見たことない。本当に夢でも見たことないです。夢でも出てきたことないです。そもそも出てこんでしょ、僕は。夢には、夢にはそもそも出てこんでしょ。いやでもこのスケラの方があるんですよ。あー、うわー、え、でやべえ、なんかちょっと上手いと、はい、なんかドズさんじゃないって疑っちゃう、こうなんか病気みたいなのにかかっちゃってますよ、マジ。人のチャンネルでそれは絶対しないから。そのやるとしたら自分のチャンネルでやる。アイスイズダクネベビーヒーロー、まちょっとおしゃれなこと覚えてますね。いやいや、それはもう僕だってどんどんおしゃれになりますよ。すごい。まあ、今のいいもんですね。まあ、ただし、なんだゴレだと思うんですけど、ワンチャンゴレじゃないんですよ。いやなんかもう延命したいんだけどな、僕も。うまい、なんかあれってなっちゃいますね。ドズル選手うまいぞと。てんてかてんてかてーん、いけ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 。これフリーズっすね、知ってます。カチーン、いやバレてる。いや、ちょっと待って。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、おい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 、ワンチャンあります、ワンチャンあります。え、あれドッキリしてます、なんか何もしてないです。何もしてないですか。ガチで今やってます。ガチで OK。 ただガチですよ、ただただガチ。確かになんか今日はね、ガチの雰囲気感じてます。はい、で、はい、お、え、アイス G 殴ってこれ取れてくるんかな。うん、うん、ほら、あー、ちょっと早まった早まった早まった。でもワンチャン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 、いける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 、頼む頼む、よっしゃよし、おしゃれデッキで勝った中身坊さん。あ、あざす。もう今やばい、ライフライフがもう一瞬にして中身坊さんですから。うわ一番の煽り文句、一番クラロワ界隈の一番の煽り文句、中身坊さんですか。ありがとうございます。いや
来るね。いや、これめっちゃ嬉しいですね、ちょっと。いや、僕これ、あれなんですよ。なんか、僕でも使えるかなと思って、はい。出たそれだめっちゃいいデッキしてるじゃないですか。これいい、いいデッキですよね。いいデッキですよね。よし、続きまして。1本取ったんで、僕が。はい。ガチビヨスリーですよね。そうです。いや、本当に。あれですよ。動画上げないの禁止でお願いします。いやー、ちょっと待って、勝つとちょっとこれ勝ちたくなる。いやー、悩ましいな。僕ね、当てます、デッキを。勝ちます。デッキは、はい、分かりました。絶対当たんない。オッケー、オッケー。え、絶対当たんない？え、当ててください。お願いします。ジャイスパ。ピンポーン。絶対当たんないやつがワンパンで当たるの。あ、違うやん、違うやん。全然違う、全然違う。許容ですわ、許容。ただの、これなん全員当たんねえかな。ブーン。マジ？いや、それはうめえ、それはうめえ、うまい。今の中身坊さんっすか。坊さんっすか。違います。1戦目ドズさんで1戦目坊さんみたいな。僕のチャンネルなのに。ほんとそれ、ほんとそれ。シンプルに坊さんに失礼っていう。ああ俺。よしよし、まあ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 、まあ、いやとはいえっすね、マジか、うめえな、やっぱ。キョスかっすね。いや、キョスケが言ってたんですよ。ハネハネさんが。エンジェル・オブ。エンジェル・オブ・ダークネスが、このデッキはマジで出すだけっつって。いや、めっちゃ好きなんですよね、ちょっと。ファンまである。ダークネス、ダークネス最近人気伸ばしてますから。めっちゃ見てますね。めっちゃ見てますよね、みんな。いや、あの、ええ感じの中二病感がすごい。ええ感じですね、彼はね。まあまあまあ、いいエレキですね。ありがとうございます。ただホグライダー単体出したくないな。うまくね。うまくないですか、ちょっと。いや全然。まあ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 、さあさあさあ、ワンチャンスあんのかな、これ。いやー、きつい。ちょ待ってよ、どう考えてもきついわ。いやー、ここですね。ここ僕が耐えれば勝ちっすね。ですよね。で、キョスケの良くないところって、はい、タゲを取れるっていうのが強いんですよね。入れちゃわなければいいんですよね。からのこの、うわ、うめえ、かき回されとる、かき回された。ちょっとワンちゃん頑張れ、お前ら。でもザップがないです。お前ら頑張れ。いけー、いけー。お、エイムが、エイムが。エイム向上委員会。エイム際どいっすね、本当に。ドズさんいつも。いつもなんか。いやいや違う違う。わざとじゃない、わざとじゃない。いやあれむずいんだって、あれは。まあ1-1ですからね、言うても。今の戦いは確かに圧勝でしたよ。だって。はい。ガチビヨスリーと3と僕がして、うん、はい、100回やったらまあ1回負けるとして、今1回負けたんで、はい、もう事実上負けないっす。勝ちてー、これ勝ちてーな。ちょっと待ってよ、はい、よし、はいはい、はい、これでいこう。いやー、どうだろう、ちょっと待って。あー、はい、わかりました。あれ、ラットバイス今何使った？メガナイトール。別にドッキリじゃないもんな。これワンチャン本当に勝てるぞ。よろしくお願いします。ガチ BO3 ですもん。本当に。本当にそんなことあるんですか。本当に。本当のガチ BO3 なんです、僕は。じゃあ信じます。ホントニングも入ってないしな、別に。はい、うん。そんなことしないっす。しないっすよね。はい。はあ、待ちですか。まあまあまあ、待ちますね。
最後の試合はやっぱゴラーです、ね、ゴラーじゃない可能性もありますね。え、うわ、よろしくラバ。いやいや、これの最適解マジで分かんないですよね。これは、はい、タワー1個おられてもいいんでベビーだけで後々許容する感じで、それがかっこいいやり方ね。一回ここ先にラバーの後衛にユニットつけて1個攻めたい、ね、めっちゃ教えてくれるじゃん全然ベビードラコン全然ベビードラコンなんやけど、ちょっと待って、ベビードラがちょっとベビードラが一番後ろやった。え、今のはマジでベビードラが悪い。え、タワー折れますよ。いや大事大事、優しいっすね。いやいや全然全然、いや折れない折れない折れない、そうやってね、よくないっすよ、その、だってこれ煽るのはセンスある。いや、大丈夫、全然余裕っす、全然余裕っすベビードラがマジで一番後ろだったんすマジで、本当にこれは。いやー、これちょっと待ってよ。でも僕わかるんすよ、だって5ゴール咲いたんで、はい、ゴール咲いたんで、ラバデッキに施設が2個なんてありえないんで。そうなんすよ、ジャイが止まんないんすよ。止まんなさそうっすね。なんで、現時点ここちょっと攻めてあげると、あの、あともうちょっと、もう一回攻めたら勝ちけんないっすね。いや、まだまだまだある、まだある。なるほど、うん、悪くないっす。まあ、まあ、こっから勝ってみせましょう。さあ、うちのコウモリちゃんが竹を取ってくれるかな。いけ、からの、まあ、ラバ展開はいつ来るかですね。右ベビー、うお、え、ジャイ、え、ジャイあったよ。ジャイあります。え、家の飛んで飛べ。あ、なんで、よしよしよし、いや飛ぶ、来た。あー、嘘いっていいですか。え、打っていいですか。いやー、2試合目3試合目ボコボコにされたな。まあまあまあ、やっぱ強いっすわ。うーん、何なんすかこのデッキは。え、え、え、でもわかります今日の企画。ちょ、待って待って待って、当ててください。え、ちょっと意図があります。なんかでもないですか。一つ言っていいですか。はい、ジャイとメガナイトが必ず入ってるでしょ。はい、それはということは、え、ということはジャイかメガナイトなんですよ。ジャイかメガナイトが必ず入ってる。で、で、僕の対戦相手はドズルさん。え、わかんないわかんないわかんないマジでわかんないマジでわかんない。え？え？顔が大きいユニットだけ？いや違う、それは違う。いや、わかんない。ちょっと待って待って待って、一瞬待ってください。はい。どっか、はい、あのさ、これ、はい、これ、はい、っぱの、はい、あ、ペッカに相性が悪いデッキだけで戦ってみたロワイヤル。あー、正解ですね。はい、ドズさんに相性の悪いデッキでみたいな。うわー、マジか。しかも僕は今回3戦とも使わなかったボルトペッカ来るから、それにちょっと相性悪そうだろ当てたのに。いやー、やっちまった、来なかった3戦ともゴルトペッカ使ってないぞ。全然使わないスケラに負けた別に相性はね、うん、あれですもんね、はい、別に全然関係なかった。いやー、マジか、ペッカ素直に使えばいいから。でも最近ね、もう全然勝てないから俺とペッカ逆に封印したんですよ今日もったいないっすね。なるほどね、もったいないっすね。いやー、勘繰りすぎた、勘繰りすぎました、ございましたというわけで、はい、そういうことか。はい、最後とかもペッカ使ったらサクサクの作業でしたよまあまあまあ、そうなんですよね。次はペッカ使いますじゃあ買いますというわけで、はい、今回ね、コラボしましたドズさんのチャンネルに概要欄貼ってきます。コラボ動画たくさん撮りました、はい、ぜひそちらも見てください。チェックお願いします。チャンネル登録もお願いします。ではごちそうさまでした。バイバイ、バイバイ。